こんにちは、歌一郎です。今日も Life is Strange の続きなんですけど、前回はクロエのママが働いている、ダイナーでフランクの、車の中を調べようということで、フランクから鍵を、どうにかしてですね手に入れたいというところだったんですが、ちょっと糸口が見つからないまま、前回は終わっています。もう少し、ちょっと一旦ダイナーに入るぐらいのところまでもし巻き戻せれば巻き戻して、質問の順番とかですね、聞き込みの順番とかを、模索して、進んでみようと思います。進めたらいいなと思ってるんですが、はい、じゃあよろしくお願いします。あのね、最初のとこまでデイビッドのパソコンの中に戻っちゃったんだ。レイチェルとフランクが一緒にいる写真があって、そういう関係だったみたい。そんなバカな、フランクをからかってただけだろ。信じないならフランクの車を見に行こうよ。なんでだよ、レイチェルのブレスレットを持ってたんだから。他にも何かあるかも。もしそうだとしたら、あ、これフランクですね。ドアを確認しよう。鍵をかけ忘れてるかもしれない。ずっと豆食べてますね。本当にあいつとつるんでたの？しつこいな。バレたらおしまいだぞ。くそ、じゃあこうしよう。私がフランクに金を返すからついてこいって言う。そしたらマックスが時間を巻き戻して私を見えないようにする。その後マックスがフランクに車を確認するように言って鍵を手に入れ巻き戻して、あれ？クロエ、大丈夫、私に任せて。あんま大丈夫じゃないんだけど。また偉そうに。私は犬の気を引くための食い物でも探すか。今日はどうやったらサクッと鍵をゲットできるかな。これ昨日も食べ物くらいあってもいいだろう。あ、ちょっと待って。あれ、またあれだな。左の、何これ、左、あ、待って、もう通る。あ、動いた動いた。刺し直したら動きました。クロエ見る。犬が夢中になるような骨が見つかるといいけど。この辺昨日も見たもんね。この鳥の下りも一応繰り返すか。一体どうなってるの。で、これも一応見といて。竜巻、雪、日食そして今度は動物が。おかしいよ。また漁師さんにも話を聞くところからか。なんか気味悪い。漁師さん歌うんだな。ビラがたくさんある。誰も読まないのが悲しいね。パパから、あ、これ見たけど、見たんだよね。漁師さんとお話し話す。今日は大量でしたか？聞くなよ。雪は降るわ、日食は起きるわ。次は竜巻でも来るのか？異常気象かな。これって異常気象か何かなんでしょうか？何かが変なのは確かだ。なんせさっき駐車場でプレスコットのガキが一人で何かわめいてたよ。あいつが変なのはいつものことです。やつだけじゃない。もしお前さんがアルカディアベイの魚のことを知ってたら。いや、なんでもない。話はもう終わりだ。やっぱ姉さんが鍵になるんだよな。今日は
聞くな。魚のこと。近辺の魚にも良くないことが起きているらしいですね。なんだ知ってるのか。悪いも何も魚がいないんだよ。いないって一匹も。食いがいのある奴らはな、鮭もマスもスズキも全滅だよ。ふざけた話だ。最近はハマグリにまで被害が出ている。そんな、でもそれって。悪い、この話はもう終わりだ。それじゃあな。この町以外、近辺の町ではどうなってるんですかね。トラック運転手にも話を聞くけど、竜巻、雪、日食、そして今度は動物が。話す。どうも、ちょっといいですか。なんだ、話すことなんてないぜ。仕事でトラブル。仕事で何かあったんですか。クソガキどもが線路をめちゃめちゃにしたせいで、俺は3日も荷物が着くのを待つ羽目になったんだ。僕のせいなんだよ。時は金なりっていうのに。それは災難でしたね。こんな街なんかさっさとおさらばしたいってのに、街全体がめちゃくちゃだ。雪に日食、雨ずれは自殺未遂するし。出ていけばいいじゃないですか。できるならやってる、うん、そういや前にレイチェルとかいう女がロスまで乗せてけって言ってきた。レイチェルを知ってるんですか。彼女のことを教えて。嫌だね。仕事もしたことのないガキの相手なんかしてられん。俺のトラックでも運転してみたらどうだ。77年生のジャジャ馬だ。分かったらとっとと失せね。戻って。どうも、ちょっと。なんだ。ニーダム。そこに止まってる77年製のトラックってあなたのですか。ずいぶん詳しいんだ。ブラックアンバーの、あ、レイチェルの話ね。友達のレイチェルがこのトレーラーのことを教えてくれたんです。私、写真を撮るのが好きだから。レイチェルを知ってるのか。あの女はトラックのことなんざ興味なかった。仕事にもな。じゃあ、あなたも彼女を知ってるんですね。ダイナーであった。あの女、金目当てに男に近づいていやがった。いなくなったらしいが、せいせいしたぜ。だがお前ならいつでも俺のトラックの写真を撮っていいぜ。じゃあな。じゃあな。どうしよう。あとで撮影会について話そうぜ。いいな。一応これで聞きたいことは聞いたと。写真。嫌な予感。ホームレスのおばさん。話す。こんにちは。あら、あんた。いや、ブラックウェルで女の子の自殺未遂があったそうじゃないか。ケイトです。ケイト・マーシュです。実は私が彼女を説得して自殺を止めたんです。あんたが。酒があれば祝杯をあげたのに。どうも。お酒あればよかったですね。それにしてもケイトの件はまだ謎ばかり。私はきっとあんたよりいろいろ知ってるよ。みんな私を見て見ぬふり。でも私はちゃんと見てるのさ。ネイサンについて。ネイサン・プレスコットも。あの甘やかされたガキ、ついに親父が牛耳る学校で停学になったか。自殺未遂した子に薬を持ったんです。なんだかあんたは私よりもいろいろ知ってるみたいだね。私はただ町が心配なんです。何か隠しているような口ぶりだけど。どんなことを。あなたなら信じてもいいかな。私をおかしいとも思わないだろうし。私なんかがどうこう言えるもんか。それにあんたはまともさ。じゃあ言いますよ。実はアルカディアベイが竜巻で崩壊する未来を見たんです。本当に。ありえない話じゃないね。近頃町の空気がおかしい。
知らせてくれてありがとうよ。うん、一応他のところ他の選択肢も聞いた方がいいのかな。この辺がよくわかんないんだよね。あのこスキップあらいやぶレイチェルと関係が、これもレイチェル・アンバーの失踪と関係している気がして。レイチェルはこの町のあらゆる出来事に関係しているよ。姉さんにつ僕はフランクとデイビッドのことを聞いて。フランクはレイチェルを知ってた。彼をこの辺で見ましたか。どこぞの誰かから銃を奪ったって豪語してるそうだけど、なんで警察はあいつをほっとくんだろう。なんだかあんたはあた、うん、私はただ何か本当のことを話して。あなたなら私な、じゃありえ、あの、あら、いや、レイチェルと、とても悲しい出来事でした。世界ってのは悲しいものさ。でもあんたはまだ若い。ああ、私もあんたくらいの年に戻れたらね。私にできることがあればいいんですけど。この前話を聞いてくれたじゃないか。それに自分の心配をした方が良さそうだ。とにかく謎が多すぎて。私はきデイビッド、私はジョイスおばさんちのデイビッドが関係してるんじゃないかって。やつは神経質な男だけど何か目的があるようには見えるね。私や彼の家族を苦しめること、なんだか私は、まあ、彼にとっての正義がありそうですけどね。あなたなら信じ、あ、じゃあありえない話。よし、じゃあいよいよ、あとね、この新聞はもう読んじゃったから、ベーコン、またお腹が空いてきた。でも先にフランクから鍵を手に入れないと。こう、ヘイプ見たね。ウォーレンとドライブインに行くのは楽しいだろうな。息抜きが必要かも。あとはフランクと、ここで一回話しといていいのかな。あれ最初警官と話せないんだよね。話せなくて、だってテレビは先に見とくか。しかしそれでは最近の異常気象は説明できませんね。はい、しかしまだこの異常気象と季節外れの気候の因果関係を断定することは、正直なところ分かっていないことの方が多いのです。ヘドラ博士、最新の調査で詳しいことが分かるでしょうか。これまでのサンプルデータもありますし、そう願いたいですね。アルカディアベイの住民はこの異常な天気を目の当たりにし、何が起きているのかと首をかしげています。昨日には日食、そして2日前には雪。言うまでもなくこの季節には珍しいことです。近隣の町ではどうなんですかね。最後にこの規模の雪が降ったのは100年以上も前ですから。アルカディアベイに何が起こっているのか多くの人が知りたいと思っています。ぜひあなたの身近な体験や意見をお寄せください。これは地球温暖化の影響でしょうか。この異常気象の原因は何でしょうか。一応こっち見といた方がいいのかな。落書き、あんたが飛び降りればよかったよ。何これ、何の予言。予言だとしたら誰が書いてるんだろう。一応フランクに話す。度胸があるな、お嬢ちゃん。
だがクロエとつるんで銃をおもちゃにしようがレイチェルの服を着ようがガキはガキだ。一体何の用だ。俺の写真なんか撮ったらカメラをぶっ壊すぞ。なんでレイチェルの服だってわかるの。お前と違ってその服が似合ってたからな。だなんだ、この間の仕返しか。あなたの車を調べさせて。いやだね、俺につきまとうんじゃねえ。作戦失敗。あそこにいる警察官か姉さんにでも話しかけて、しつこく質問すれば有用な情報を聞き出せるかも。この会話自体はどうなんだろうね。待って、昨日は先に警官と話したけど、どうなん、先に姉さんと話せるかな。話す。レイチェル。だよ、お前か。あの、マックス・アンバーか。イメチェンか。ところで俺を定額にしてくれてありがとうよ。ここが公共の場でよかった。警察官もいるダイナーならいくらあなたでも騒ぎを起こさないでしょ。強がっても無駄だよ。なんだと。校長にチクっといて、よくそんなセリフが吐けるな。レイチェル、待って、ケイト、どうしようかな。あなたのパパの話を先にする。すべてをもみ消してくれる優しいパパがいて羨ましいね。知ったふうな口を聞くな。お前に親父と俺の何がわかる。だったら教えてよ。なんでだ、気にかけてるふりか。え、教えることなんてね、親父はただのクソ野郎だよ。助けになれるかもよ。うるせえよ、俺に関わんじゃねえ。いいな、さっさと失せろ。何なんだろう。途中で警官と話をしてみる。おやおや、スーパーマックスのお出ましだ。みんなそう呼んでる。あまり悪く思わないでくれよ。ケイトを助けたことをみんな誇りに思ってるんだ。ありがとうございます。でも私は運よくそこにいただけで、重要なのはケイトが助かったことです。君は今やブラックウェルの顔だよ。デイビッド、姉さんのことをとりあえず。ブラックウェルの顔といえばネイサン・プレスコットでは。とんでもないことを言うな。プレスコット家の噂は知ってるだろう。アルカディア・ベイの乗っ取り。そんなところだ。話はもう、プレスコット家は大きな土地取引に乗り出してるらしい。取引といえば、プレスコット氏は以前俺の家族を助けてくれてな。その代わりに取引をした。そしてもう抜け出せそうにない。ずるずるです。もし人生をやり直すことができたら。って関係ないな。朝食に戻るよ。だってこの段階でこっちに行ったらどうなるの。一緒か。今度は何の用だ。ケイト、レイチェル、どうしよう。この段階で何も話すことないもんね。新情報が全くないんだよな。今度は何だよ。クロエの借金。クロエの借金の話か。クロエの借金チャラにできない。お前実は相当頭悪い。昨日も話したよね。もしお願いを聞いてくれたら。お前の願いなんざ聞いてやる義理がないね。クロエにも伝えておけ。ダメだな、こんな展開じゃないんだよ。また後で話そう。そっか、あんなこと言わなきゃよかった。巻き戻さないと。おやおや、ありがとうございます。君は今やブラックウェルの。みんな全部の話を聞いて。アルカディアベイ、待って、アルカディアベイは変な街だと思います。普通の街ならこんなことになってないさ。
考えると嫌な気分になる。プレスコット家との関係、あれ、これって聞いたことない。あの、あなたがプレスコット家のために働いてると聞いたんですが。これか、この辺だな。なんだと、そのことが噂になってるのか。別に責めてるわけじゃないんです。プレスコット家に困ったことがないか時々調べてるだけだ。姉さんのことも頼むから黙っててくれ。他の人に聞き込みしたまえ、コールフィールド警部。この重要な情報は、おう、そっか、あれ、これはいい選択肢ってことか。話す。ざくしつけな。次、警官の情報。待って、警官の情報、あ、聞いた話だとあなたとフランク見張られてるんだって。あなたのパパが雇った警察官に。バカ言え、持ち物を雇う必要がどこにある。それに警官も俺のことをチクるほどバカじゃねえ。本当に？じゃあフランクは捕まっちゃうんじゃ。いずれ捕まるさ。レイチェルと血の誓いを結ぶようなヤバいやつだしな。そうなの。くそ、余計な話をしちまった。今のことは忘れろ。とにかくもう行け。喋ったら殺すぞ。ほうほうほう、ちょっと待ってよ。血の誓い、ザクシつける。血の誓い、あ、新しい選択肢が来た。これか。フランクの血の誓いとレイチェルのこと秘密にしてるの？血の誓い？何のことだ。俺はそんなこと誰にも喋ってない。それにどうせみんなフランクは嘘つきの負け犬だと思ってるだろ。あのレイチェルだってな。でもレイチェルはフランクと関係を持ってた。レイチェルはフランクの商品欲しさに写真を撮らせただけだ。フランクは盛大に勘違いしてるみたいだけどな。バカだなし。さらに、さらに。ザクシ。血の誓いはもう聞いたもんね。どうしよう、レイチェル。レイチェルの話。ねえ、あなたとレイチェルはフランクからいろいろ手に入れてたんでしょ？レイチェルはだいぶハマってたみたいだけどな。俺は違うね。嘘でしょ。まるで分かっちゃいねえな。レイチェルがフランクとつるんでたのはそこにいる警官も知ってるぜ。ってお前余計なこと言うんじゃねえぞ。これを踏まえた上で警官はもう何も喋ってくれないんだろうな。何の用だい？レイチェルとフランク、あ、でも新情報。姉さんはレイチェルとフランクがブラックウェルを象徴してるって。フランクはもう生徒じゃない。残念なことにこの町の顔であることは否定できないが、あいつには近づくな。それからあいつの犬にもだ。フランクは犬をすごく可愛がってますよね。ペットというよりボディーガードだな。血を欲しがるように訓練したんじゃないか。まさか、フランクはどこから犬を手に入れたんですか？あいつはかつて刀剣に夢中でね。だが何のつもりかある日急に犬たちを助けた。今飼ってるのはそのうちの一匹だ。だが危険なやつには変わりない。近づくなよ。もう話してくれない、ね。何の用だい？離れる。ちょっと待って、それもう一回踏まえた上で話す？何の用だ？違うな。一回これでフランクのとこ行ってみる。話す。今度はな。あ、なんかいろんな来たね。レイチ、犬を助けたこと。怖そうなふりしてるけど、犬をたくさん助けたんだよね。ふりなんかしちゃいねえ。誰からそのことを聞いた？すごくいい話だね。動物が好きなんでしょ？犬を撫でてもいい？車の外に出してあげたいんだ。お前には犬のクソだって触らせねえよ。ひどい。お、それに目的は犬じゃなくてこの鍵だろ。よくわかってんじゃん。なんだその
物欲しそうな目はよ。次はよだれを垂らしてみるか。何にしても鍵はやらねえよ。ご協力どうも、フランク。あれ、待って待って。鍵が、これは奪えるチャンスだけど、レイチェルのことも聞いておきたい。今度はなんだよ。レイチェルの写真。レイチェルがあなたにあげた写真を見たの。お前どうやって知ったんだ。あ？クロエから聞いたのか。レイチェルがその写真を一番気に入ってたってね。そうか。まあそうだろうと思ったよ。確かにあれはよく撮れてたからな。ちょっと待てよ、今出すから。ほら見てみな。見る。魔法の鍵発見。これで車に入れる。取れないよね。悪いけど鍵はもらってくからね。おい、てめえ何やってんだ。俺の鍵を返しやがれ。聞こえてんのか。これカギゲット。さあクロエのところに。お、これでゲットか。これ以上話してもしょうがないのか。ご協力どうも、フランク。わお、やった。姉さんとはもう喋れないのかな。鍵は手に入れた。戻ろう。オッケー。うわ、やっとだ。あ、やったやった。記録書かれた。あ、あれ学校の友達じゃん。あれなんだっけ。うわあ、巻き戻してあげよう。この人いつもなんかめんどくさいことに巻き込まれちゃってるよね。あ、アリサ、危ない。助かったよ。危機一発だったね。これでマックスにはもう3回も助けてもらってるね。私の守護霊様だ。そんな、別に大したことしてないよ。うん、マックスはケイトの命を救ったじゃん。今やブラックウェルのヒーローだよ。ついてただけ。友達だからって普通言っとく。助けられてよかった。ケイトはいい子だし友達だからね。あんな動画で死のうとするなんてひどい話。でもマックスはいい友達だよ。ケイトには味方がたくさんいるってことを知らせてあげたいよね。そうだね。面会できるようになったらみんなでお見舞いに行こう。じゃあまた後で話そうね。ここもいい子だな。で、他の選択肢も喋っとくか。これでマック…そんな…うん。ついて確かにって一番言わなさそうなこと。確かに私以外誰もケイトを助けようとしなかったし、あまり考えないようにしてたけど。とにかくマックスがいてよかったよ。大変だったろうけど。大変だったのはケイトの方だよ。私はただできることをやっただけ。そうだね、確かにその通りだ。また今度じっくり話そう。またね、マックス。これでなんか未来が変わるかな。そんな感じもしない。これさん、もう一個ついてただけ。ついてただけだよ。ケイトが本気だったら止められなかった。マックスが駆けつけたから飛ばなかったんだよ。これからは学校のみんなも優しくなるといいんだけど。そうだね。どれが良かったんだろう。なんかどれも大差がないような。一番。本当にありがとう。また後でね。
やっぱ友達だからっていうのにしとくか。うん、助け面会じゃあね。 OK。 うわ、フランクの、あれ、あ、いたいたいた、フランクの車だ。いい感じの骨だね。さすがだね。まったく頼りになるよ。お礼ならフランクにどうぞ。さて始めようか。これを使いな。1、2の3。またなんか道路の方へ投げる、駐車場へ投げる、駐車場へ投げるにしてみる。ほらごちそうだよ。やっぱ犬は犬だな、バカ。これで安心して入れる。さっさと済ませよう。今は餌に夢中だけど、そのうち戻ってくるかも。道の方ってでもなんか目立ちそうだよね。道路の方。ほらごちそうだよ。道路に落ちた。嘘、お願い、惹かれたりしないでよ。きっと大丈夫、大丈夫だって。急ごう、時間がなくなる。どうしよう。そんな怪我したりしてないといいんだけど。やっぱり駐車場の方がいいか。駐車場。ほらごちそうだよ。時間がなくなっちゃうかな。開ける。私の部屋がマシに思えるな。これで未来が決まっちゃったな。フランクと比べないでよ。フランクは別に、いや、あのブレスレットを持ってるだけで十分怪しいか。こいつだったらどこにでも行けるな。海沿いをビッグサーの方まで行ったら最高だぜ。ハイウェイをぶっ飛ばしながら、またキスでもするの？ほら、おしゃべりは後にして、レイチェルの手がかりを探そう。分かってる、ただの夢さ。夢さ。食器、これなんだ。社内を探して。アルカディア・ベイブルワーズに入団したいわけじゃないよね。バットか。見る。え、ゴミ屋敷化してるよ。汚いな。ナイフ見る。なんとかに刃物は要注意だよ。開ける。何にもなし。よし。何かあるのかな。あと。シンク、うわ、汚い。人が生活する環境じゃないよね。処方箋、落書き。解読できそうにないな。え？解読できそうにないな。何かのメモだよね。数を数えている。約。これは自分よ、商売よ、それとも両方？ヤクの商売用のメモか。ライターにしては大げさ。本とか読むんだね。オンライン販売に進出？そうなの。オンラインでヤクを売る。回線弱いな。これじゃエロ動画落とせない。落とせないぞ。何か道具があれば開けられるのに。そうなの。そうだな。秘密はなし。写真見る。犬と一緒の写真はなんか微笑ましいかも。犬を好きだから善人っていうことでもないんだと思うんだけどな。
発見、フランクの宝物。何？取らないの？取れないのか。こいつ。あ、何？途中で。この通気口外れそう。こじ開けるものさえあれば。何か道具か。これ何？あれ？犬と一緒の写真はなんか微笑ましいかも。待ってよ。ブロートーチって何？あ、ブロートーチ。さっきのライターみたいなやつか。ライターにしては大げさ。処方。ステレオ。ステレオ。いいね。フランクにも大切にしているものがあるんだ。バカでしょ。見る。そりゃおやつも食べるよね。ビニール袋。すごい数のビニール袋。リサイクルしようよ。見る。チョコバーを満たし。なんかあ、道具か。これは使えそうだね。オッケー。見る。これ見たっしょ。餌入れ。ポンピドゥっていうの？プードルならともかく。ポンピドゥ。いつこんな。これより骨の方が好きみたいだね。ちょっとさっきからクロエの話を全然聞けてない。フランクとクロエが一緒に飲んでる姿は想像できない。ハンドル。クロエとこの車で旅行できたら楽しいだろうな。でよ、レーザー。ネズミ捕りを回避したい理由があるのかな。うん、あるんだろうな。とりあえず待ってよ。クロエ。クロエは怖がるどころか楽しんでる。巻き戻せるからね、きっとね。よし、通気口。お、あれ、残念、何もなし。見る。やば、ナイフが壊れた。よし、巻き戻して、通気口、ナイフ。さて、中身を拝見。お、ノート。ああ、レイチェルとフランクの犬。喜ぶべきか悲しむべきか。フランキー B、 この手紙を読んでるってことは今起きたってことね。昨夜はごめんなさい。昨日の私はどうかしてた。あなたに八つ当たりするなんて。それからボンピドゥもごめんね。最近は何もうまくいってなくて、いつまでもアルカデアビーに閉じ込められてるんじゃないかって気がしてる。あなたがいてくれてよかった。私にとってあなたはこの街で大事と思える数少ない存在。一緒にいる時のことを思い出すと笑顔になれるの。一緒にこの町から出ていこう。永遠にずっと好き。やっぱりこの車を運転させてもらったんだ。すごく幸せそう。本当にフランクと付き合ってたんだね。こんなレイチェル知りたくなかったかも。なんだか雲行きが。いえ、フランク、あなたがしたことは良くないよ。ドラッグのせいにしないで。本当に怖かったし、このまま元のフランクに戻らなかったらどうしようと思った。あんな状態を見たのは今回初めてだったけど、もうあれで最後にして。私は獅子座で過去は振り返らない、帰らない性格だからね。あなたのことと私のたちの関係を大切にしたいからこそ言うけど、何か変えないとこれからやっていけないと思う。なんかあったんだな、いろいろ。開ける。発見、フランクの宝物。もう見えるものはあんまないのかな。これはないですね。秘密つの足でしょ。シンク。風呂。この辺は何もしない、できない。見る、チョコバー見る。
手帳のことを、そっか。レイチェルがフランクにこんな写真を撮らせてたなんて、ラブレターも書いてフランクとやってたなんて、そんなの一言も言わなかった。なんで？怒るって分かってたからだよ。友達なら言うだろ。結局みんな私を裏切るんだ。パパは死ぬし、マックスは何年もいなくなるし、ママはクソ親父と最高、そしてレイチェルもね。レイチェルは行方不明、裏切られたわけじゃないよ。うるさい、そんなこと聞きたくない。クロエ、うわ、投げちゃった。あれ、駐車場にやったのは良かったのかな。クロエさん、人生がうまくいかないからって全部私とか他人のせいにするのは良くないよ。だってそうだろ。それとも私が全部悪いってのかよ。誰のせいでもない。レイチェルにも責任が。誰のせいでもないっていうのはなんか一番模範的だけど、一回大人になりなよって言ってみる。大人になりなよ。クロエだけが問題を抱えてるわけじゃない。ケイトはもう少しで。ケイト・マーシュの件は悲しいよ。でも私の人生がクソだってことには変わりないだろ。じゃあ誰のせいだって言うの。父親以外に誰がいるんだよ。デイビッド、ウィリアムおじさん。ウィリアムおじさん、本気なの。そうだよ、パパは私を見捨てていなくなったんだ。おじさんはクロエを見捨てたわけじゃないよ。そんなの分かってるよ。でもママは自分を責めてる。パパに迎えに来るように頼んだから。私だってね、時々ママを責めたくなる。そんな、嘘なんかじゃない。マックスには帰るはずの父親が急にいなくなる気持ち分からないだろ。分からないけど、でもあの日私は一緒にいた。あれは誰のせいでもない、事故だよ。関係ないよ。あれ以来私の人生はクソまみれだ。クロエはまだ生きてる。まあ生きてるよね。でもクロエはまだ生きてる。私と一緒に。余計なお世話かもしれないけど。まあ本当余計なお世話だよ。クロエ、私一人じゃ何もできない。クロエが必要なの。レイチェルも待ってるよ。これは巻き戻せないんだ。あ、もう巻き戻せないね。巻き戻せる時と巻き戻せない時のあれが厳しいな。とりあえず最善のものをやっぱ選んどいた方がいいんだ。ちょっとわだかまりが残っちゃったかな。何今の、何が起きてるの。こんな過去のことにも干渉しそうになってる。もしかしておじさんを助けられちゃったりして。そうなるとすごいL と R で、L と R、こうか。
あ、この時点に戻ってる。パパね、最新のパソコンを買うんだ。フラッシュは平気だったかい？アルバム行きだな。それは私が決めるの。約束したでしょ？ねえ、マックス。ちょっと、顔真っ青だけど、大丈夫？うん、ちょっと、多分、大丈夫。よし、じゃあクロエ、決めてくれ。これがその日なのか。そうね、家族アルバムに保存ということで。どうなってるの？ところで、おじさんがいる。そうだな。クロエはまだ子供。そんなに前まで戻ったの？フランスではクレープって。18歳の私が13歳の自分の中に。朝ごはんが食べてればね。ウィ、じゃあ卵を割ります。過去を変えられるんだろうか。卵はいくつ使うんだ？ママは適当だよ。そうだね。ちょっと待って、先にまさかシェフを疑ってるのか？前にも見たのを覚えている。本当にシェフのつもりなんだ。幸せそうなクロエ。ママがいないときはね。知らないよ。素敵なスノードーム。割っちゃいそうになった。スノードームか。え、何を描いた今。ちょっと分かりやすすぎるかな。ジョイス、クロエたちと朝ごはんを作ってたとこさ。スーホエルズで雇って。結局旅行は実現しなかった。え、迎えに来いって。ああ、買い物ね。もちろん迎えに行く。ボカにありつけるかもしれん。クロエは漫画好きだった。この髪出ないしね。すぐ行くよ。え、じゃ、おじさんを車に乗せたらまた西武マートまで女王陛下を迎えに行くことになった。平民の食料をたくさん買い込んだみたいなのね。バカみたい。それがパパのいいところさ。止められない。くそ、鍵はどこに行った？汚い言葉、1ドル罰金。罰金じゃなくて大学資金な。こんなに散らかして。一緒にいろんな絵を描いて楽しかった。え、ちょっと待って。鍵を渡さない。懐かしい。夜一緒に映画を見たっけ。やばい。鍵を。電話に出る。いえ、いません。あ、こらこら、何をやってる。もしもし、ジョイス、クロエたちと朝ごはんを作ってたとこさ。やばい。スーホエルズで雇って。え、ああ、買い物ね。もちろん迎えに行く。どこにありつけるかもしれないしね。すぐ行くよ。じゃ、メモ。おばさんはおじさんを本当に愛している。さて、セーブマートまで女王陛下を迎えに行くことになった。平民の食料をたくさん買い込んだみたいなのでね。バカみたい。それがパパのいいところさ。くそ、鍵はどこに行った？汚い言葉、1ドル罰金。罰金じゃなくて大学資金な。鍵は。鍵を見つけさせないようにしなきゃ。発見。これで未来が変わるのかな。よし。もしもし、ジョイス、クロエたちと朝ごはんを作ってた。鍵を隠す。スーホエルズで雇って。え、でも結局。ああ、買い物ね。もちろん迎えに行く。ボカにありつけるかもしれないし、ね、あの鍵は見つかっちゃうのかな。じゃ、ずっと持ってたらどうなるんだろう。さて、セーブマートまで女王陛下を迎えに行くことになった。平民の食料をたくさん買い込んだみたいなのでね。バカみたい。それがパパのいいところさ。くそ、鍵はどこに行った？汚い言葉、1ドル罰金。罰金じゃなくて大学資金な。鍵は。パンフレット、あ、これあれか。
この時点で書く？破産させる機会。いつか役立つと思ったよ。うわ、でもどうしてこんなところに。やばい。あとワインの試飲会はダメだぞ。言うこと聞かないと、ママ特製のサーモンサプライズとチョコレートケーキはお預けだ。あれ、もう一回。マックスはどうするんだい？マックスはずっといるの？そうだったな。あれ、巻き戻せた。待ってよ。それがパパのいいところさ。クソ、鍵はどこに行った？汚い言葉、1ドル罰金。罰金じゃなくて大学。で、もう一回。パンを作ってたとこさ。カビを。スーホエルズで雇って。え？カビ、カビ、カビを。ああ、買い物ね。もちろん買いに行く。ここでも一緒か。他にありつけるかもしれないしね。すぐ行く。待って、ここじゃない方が行こう。もちろん迎えに行く。他にありつけるかもしれないしね。すぐ行くよ。鍵を隠す。どこに入れても一緒かな。さて、セーブマートまで女王陛下を迎えに行くことになった。平民の食料をたくさん買い込んだみたいなのでね。バカみたい。それがパパ。あ、これならいいか。確かにここに置いたのに、うん、おーい、鍵を応答せよ。まったく、もう二度とあの店で買わないぞ。バスでも行けますよね。バス停はすぐそこだし。確かにね、明暗だ、マックス。そうそう、バスはいいですよ。15分おきに来るし、おじさんとおばさんと買い物袋を乗せる場所もいっぱいあるし、環境にもいいし。もうそのつもりだよ。ではバス停に行こう。ジョイスに怒られなきゃいいが。今日のマックス絶対おかしい。大丈夫？クロエやったよ。大成功だよ。これで何か変わったのかな。え？あ、どうなる？未来はない。どうなるんだろう。ちょっと、ちゃんと聞いてる？マクシーン。マクシーン、今、マクシーンって呼んだ。ごめんごめん、マックスって呼ぶ約束だよね。そう、怒らないで。お詫びの印に後であれ渡すからさ。何ぼーっとしてんの？なんか様子が変だよ。大丈夫？やっぱりボルテックスに入れたの間違いだったな。コートには誰も入れたくないんでしょ。そんなこと言ってないし。これはウォーレン、ステラと付き合ってるの？別の未来なのかな。そんな、何もかもめちゃくちゃだ。他には何が変わったの？クロエはどうやってこの世界に入っていくんだろう。馴染んでいけるんだろう。あ、レディット。夢だったってことないよね。
マックスが今までどういう人生を歩んできたか、その記憶がないっていうことになっちゃうのかな。あれ？日食？違う。クジラ？あ。クジラが打ち上げられてる。どうなってんだろう。どうなったんだろう。マックスじゃないか。おじさん生きてる。一体いつシアトルから帰ってきたんだい。またこうやって君に会えるとは思わなかったよ。シアトルに行ったのはやっぱあったんだ。あのクロエは今どこに？クロエは君とはずっと会いたがってたんだ。待ってね。クロエ、お客さんだよ。どんなクロエ？え？代わりにクロエが事故に遭っちゃってたの？うわ、エピソード3終わった。もう完全に未来が書き換わっちゃったのか。そうなんだ。なんか昔見たアバウトタイムっていう映画は、だいたい時間過去に遡る能力を持ってる家族の話だったんですけど、なんかちょっとそれを思い出したような気はしますね。でもそっか、マックスの場合はほとんど突発的に突発的にその能力が出てきて、こんな風にクロエにとっては好ましくないような未来になってしまいましたね。そっか、これどうなるんだろうな今後。みんなのチョイスがどうなってるか。お金を盗むっていうのも半分ぐらいいますね。クロエにキスをするは多数派なんだ。あとクロエに味方するも多数派。あれ？で、
フランクの犬に怪我をさせなかった。あ、やっぱり道路の方が怪我をさせちゃうんだ。え、待って待って待って、デイビッドの銃、フランクが持っている、あれ、で、これってキャンピングカーの中で選べたのかな、それともあの廃車置き場で、あそこの話がつながってるってことなのかな。銃の手がかりってなかったような気がするんだけどな。あったんだろうか。姉さんのことを話した。ビクトリアを慰めた。デイビッドとケイトの写真を、あ、これ最初の方か。待ってね。姉さんを責めた。あ、待って。証拠を集めるまで待つように言った。ケイトの電話に出た。これも前のやつだっけ？あ、ここか。今回はこれですね。すいません。やっぱりこれだけか。あれ、なんかちょっと大きめの選択とそうじゃない選択ってなかったっけ。更新ってなんだっけ。あ、更新のデータの更新か。あ、これだこれだ。時間切れ、カオス理論、これだこれだ。リサは生きている。あ、やっぱり水あげすぎちゃったからか。ウォーレンの成績を書き換えた。あ、書き換えた、少数派だ。パーティーの名簿に名前を書いた。名簿の他の人の名前を消さなかった。警察からの留守電を消去しなかった。あれ？留守電消去したような気がしてたけど、してなかったんだ。アリサ助けたね。ホームレスの女性に警告した。あ、しない方が多いんだ。あ、あれ？待って。過去に戻った時に写真を撮らなかった。それで来たんだ。あ、待って待って。あ、暖炉に印。暖炉に印つけたけど、それは書き換えちゃったのか。なるほど。なんかいろいろ。この辺もなんか分岐になるんだろうか。なるほど。ちょっと写真、過去の写真撮りたかったのと、暖炉に印つけときたかったですね。そっか。まあまあ。ちょっと残念というか、後悔があるところもあるんですけど、今日はまあとりあえずフランクの鍵を攻略できたのと、なんとかエピソード3を完結できたので、とりあえず良しとします。いろいろ未来が変わってしまった部分もあるかもしれません。これは予告かな。あれ元の世界に戻ったのかな。どうなるんだ。さっきのやっぱり白昼夢みたいな形で終わっちゃうんだろうか。ボルテックスはボルテックスであるってことか。なんか自分が書き換えてしまった見知らぬ未来というか現在を生きていくことになるのかな。それとも元の
世界に戻るんだろうか。次どうなるか楽しみですね。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。